2. 避難に必要な3つのポイント。利用者の命を守るには、1. 洪水時の施設の危険性を知る。2. 避難先を決める。3. 避難開始のタイミングを決める、の3つが重要です。それでは洪水時の施設の危険性を知るについて説明します。ハザードマップで施設の水害危険性を確認しましょう。また国土交通省のハザードマップポータルサイトの重ねるハザードマップでは、想定される浸水深、浸水継続時間などを確認することができます。確認方法はホームページの使い方を確認してください。浸水深や浸水継続時間については、想定最大規模の洪水を想定して危険性を把握しましょう。家屋倒壊等氾濫区域は、その場にいることが危険な区域ですので、早めの立ち退き避難、水平避難をする必要があります。想定される浸水深の色が塗ってある区域では、実施設の浸水深を確認して避難方法を検討しましょう。例えば想定される浸水深が 0.5 メートルから3メートル未満であれば、2階以上へ垂直避難が必要となります。しかし2階以上の安全な場所がない場合は、立ち退き避難、水平避難となります。次は避難先を決めるについて説明します。避難の原則は立ち退き避難、水平避難ですが、施設の上層階に安全なフロアがある場合は、屋内安全確保、垂直避難ができます。それ以外の場合は立ち退き避難、水平避難が必要なため、系列施設及び同種類似施設、市町村が指定する指定緊急避難場所を決めておきましょう。また浸水継続時間が長い地域では、屋内安全確保、垂直避難は適切ではありません。系列施設及び同種類似施設、市町村が指定する避難場所など、安全な避難先を決めましょう。避難先と避難経路は複数考えておきましょう。避難先とその経路を記載した避難経路図を作成しましょう。作成した避難経路図は施設内に掲示しましょう。